全国女子駅伝で17人抜き、区間新記録のドルーリー守衛佐と目標は田中希実、衝撃の駅伝デビュー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝日本陸連主催京都新聞 NHK 共催村田機械協賛が15日京都市右京区の竹菱スタジアム京都を発着点に左京区の国立京都国際会館前を折り返す9区間4295キロで行われ中学生区間の3区3キロで岡山のドルーリー守衛里、シエリ、津山鶴山中3年が17人を抜き9分2秒の区間新記録をマークした。衝撃の駅伝デビューを飾ったニューヒロインは区間新を目標にしていた。最低でも9分5秒を切りたかった、と笑顔で100点満点のレースを振り返った。これまでの区間記録は第31回大会の高松もちむせんび、大阪、と第37回大会の南日向、千葉の9分10秒。ドルーリーはその記録を8秒も更新し、未踏の8分台に迫ること次元の走りを都大路で披露した。四角1キロを2分55秒で、ドルーリーは第2中継ぎ所で38位でタスキを受けると、自分の感覚を信じて走った、と序盤からギアを上げた。最初の1キロを2分55秒で通過。1000メートルから2000メートルで落ちたと反省したものの次々と前を行くランナーを抜き去り21位まで順位を上げて4区のランナーにタスキを渡した。岡山県出身でカナダ人の父と日本人の母の間に生まれた。生徒数200人ほどの中学校に通い、女子の陸上部員は3人で、本格的な駅伝出場は今回が初めて。昨年8月の全日本中学校陸上選手権、全中の女子1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制して注目を集め、初めて全国女子駅伝のメンバーに選ばれた。17人抜きの快走に、沿道に人がたくさんいてすごく走りやすかった、と頷く。この大会に向けて調子が上がり、区間新は愚か8分台のタイムを狙っていたという。レース後、置いてきた携帯電話にはメール着信を知らせるバイブがブルブル鳴っていたみたいです、とはにかみ、周囲の反応に驚いていた。資格憧れは田中希実、関係者によると学業成績も優秀という。憧れの存在は、同志社大出身で、東京五輪女子1500メートル8位入賞の田中希実、トヨタ自動織機。15歳のホープは、田中選手のスピードトラストの切り替え、日々努力を重ねている姿を目標にしています、と語った。